はようございます。めっちゃド入り化粧水をあっちに用意してないっていうのがリアルですねリアル。化粧水を塗らないと顔がパサパサになっちゃう顔が乾燥しちゃう。これ使ってます。今はランコムの化粧水。よいしょ。このランコムさんめっちゃ好きで、なんか何年前 ?2 年前くらいに使ってたのかな。なくなってめっちゃ大きいと近くで、そうなくなって、でもやっぱランコムさんなのでちょっとお高いからなかなか買えなかったけど、スペインで買ってきちゃった。で、またランコムさんの、これはなんて言ったらいいんですかな、ジェルクリームを塗ります。ジェルクリームめっちゃ重いめちゃくちゃ重いんやけど、どっちもピンクなのね、かわいい。テンション上がる。メイクする前にまた、保温したりするけど、とりあえず、こんな感じかな。髪の毛ボサボサやな。はい。ひとまず、噛んだ。ひとまず保温終わりです。OK。朝は、お白湯を飲む。お着して、電子レンジで温めちゃう。なさい。暗いな、ここ。より長いんじゃない？はい、はい、熱っ。やっぱり美味しい。今日はこの酵素ドリンクを飲んでます。めっちゃ美味しい。食生活が偏っちゃうから、朝だけでも酵素を、朝はこの酵素ドリンクを飲みます。美味しい。ちょっと汚いけどここに携帯置いて配信をしながらメイクをします。よし、はい、配信が終わりました。ここで配信をしていました。メイクも終わりました。今からお昼ご飯を作って食べます。テンゴアンブレ。お腹すいた。はい。ご飯は、なんか、パスタ？
ベースパスタ、ベースブレッドが好きで、なんかこんなやつ、コンビニでよく売ってるやつで、なんですけど、これのパスタがあって、ちょっと食べてみようかなと思って作ろうと思うんですけど、なんせマンスリーマンションで、普段家にあるものが全然なくて、ほんと全部簡易的な感じで、これは100均で買ったフライパンだけど、これを使ってパスタを茹でようかなと思います。味付けは実家にあったキーマカレー混ぜ麺、なんか美味しそう。あとはいろいろと味付けしてってこうやりたいけど、簡単に食べます。混ぜるだけリップ塗ってないから顔薄いなあ、見えへんな。終了。はいはいはい。はい。これを入れて。おー、なるほどなるほど。できました。なんか見た目焼きそばみたいですね。カレーの匂いがする。でもちゃんと美味しそう。いただきます。はい、いただきます。いただきます。まずはブロッコリー。お野菜が何もなかったからブロッコリー。うん、美味しいです。うん、じゃあ早速食べてみよう。なんかパスタをお箸で食べてるからおかしいんじゃない多分そうだよね。焼きそばに見えるのはそれかも。いただきます。うん、うんふん、うんふん、うん、うん、うっくんうんふん。なんか待って。なんか、私、全粒粉なんちゃらみたいな、全粒粉パンみたいなとか、すごい好きなんですけど、麺が、全粒粉の多分麺なのね。だから、なんやろうな。この、もちもち感とか、ちょっと全粒粉ならではの香ばしさみたいなのが、めっちゃ美味しくて、なんか腹持ち良さそうみたいな。美味しくて、で、カレー、キーマカレーのこの、かけたやつも、めっちゃ美味しい。なんか、カレーなんやけど、ピリピリしない、ちょい甘カレーみたいな感じかな。見た目は全然さ、こう、麺とソースの色が一緒やから、どんだけ味ついてんのかなと思ったけど、しっかり味ついてるし、美味しいです。うん。いい感じ。成功だね。フォークがないのよ。パスタじゃない。焼きそばやん、ほんまに。はい。ごちそうさまでした。美味しかった。めちゃくちゃ美味しかった。はあ、今日も頑張れる。はい。稽古が何時に終わるか分からんので、おにぎりを2個作りました。ちっちゃいおにぎり2個。これを持っていきます。はい。今日はもうちょっとゆっくりできるので、とあるところに行こうかなと思います。持ち物は大体こんな感じです。充電器、お財布、台本とアーモンドと
頭働かせたい時用のラムネです。あとは稽古着を入れて終わりかな。はい、香水はこれにします。行きますか。なら行ってきます。行ってきます。稽古前に時間があったのでジムに行ってきました。今からお稽古に行ってきます。よし、ストイック大事。しゃあ衣装がいっぱい、靴もいっぱい。よいしょ、すごい。終わりに、おしゃ、あ、間違った心配で帰ろうとしちゃった終わりました。お腹すいたので逃げて食べようあともうちょっとで本番なので頑張ります。はい、というわけでお風呂も入って、髪の毛も乾かしてストレッチもして配信もしたのでもう寝ます。すっぴんなので顔が半分だけ顔が半分しか映ってない。もういっか。はい、じゃあ寝まーす。Please, muchísimas gracias por ver este video. Thank you so much for watching it. Por favor, suscribíos y da likes. Pues, hasta luego. Bye bye.